自治体が自衛隊募集の協力を開始、安倍首相が要請で、佐藤正久外務副大臣によりますと、大阪市や下関市などが自衛隊の募集に協力を開始したことが明らかになりました。こちら、自衛隊の募集業務については、自衛隊法にも地方自治法にも明記され、国から税金で予算が与えられている業務であり、 全ての自治体は自衛隊の募集に協力する義務がございます。日本政府には今後も自治体に対してしっかりと法律に基づいた自衛隊の募集業務への協力要請を行い続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。